い、どうも皆さん、こんにちは。今回はなんと、僕のチャンネルで初めてやるモッド紹介をしたいと思います。で、このモッドはなんと、キャンディークラフトモッドでございます。で、キャンディークラフトモッドは簡単に言うと、新しいワールドが追加されて、そのワールドはキャンディーのワールドです。まあで、最初は、まあ普通のワールドにスポーンするんですけど、いつものマインクラフト。シュガー、まあ砂糖、砂糖きびを取って砂糖を作って、まあそりゃね。で、このように普通にいつものネザーポータルと同じ形を作ります。で、その後にマグマバケツを置きます。そしたらこのようにめっちゃかっこいい、もう今すぐに飛び込みたくなるようなポータルが完成します。このワールドでは、まあ、このように4種類の木があります。その名もチョコレートの木、そしてキャラメルの木、ホワイトチョコレートの木、キャンディーチェリーの木ですね。で、木の原木はなんとマシュマロでございます。マシュマロ、もう食べたくなりますね。で、まあその普通にマシュマロはこうやって入れると、なぜかマシュマロの木材ができるんですよまあその木材でもちろん階段やハンブロックなども作れます。このモッドでは2つ、まあ3つの新しい新しいオアが追加されます。なんていうんだこれ、3つ新しい行為、掘れるものが追加されます。で、この名はリコリス、リコリスでいいかな、リコリスですね。で、リコリスは、まあ、普通にこのように掘るとこれが落ちてきます。このように落ちてきます。で、それを取ってこのように、まあ、いつもと同じような作り方があります。でもこの剣は特別なのでちょっと後で紹介します。で、このようにやるとシュガーファーネスが作れます。ハニー、蜂蜜オアですね。で、蜂蜜オアは普通にできるんですけど、まあ、これは後で紹介します。あ、ハニーボルトわかんないな、まあ、いや、このように普通の防具とかも武器もできますけど、このようにハニーブロック、このようにこれを掘るとハニーシャードができるんですよ。で、またゲームモード1。あ。で、そのハニーシャードを、こうやってやると、ハニーブロックができます。はい、で、このハニーランプの作り方は、ハニーブロックを、もちろんこのシュガーファーニスで、砂糖かまどで焼きます。もちろん、暗闇で、光ります。次のオアは、ペズ。ペズオアですね。まあ、これも普通に防具も武器も作れて、これを掘るとこのようになんか板が出てきます。で、これを焼くのではなくて、スインクラフティングテーブルに入れるとペズダストが9個作れます。まあ、それを使ってこのブロックを作りますね。では次はモブを紹介していきたいと思います。はい、この豚ちょっとスタイリッシュじゃないですか。なんとキャンディー犬、なんて言うんだろうあれ、日本語でなんて言うんだろう、これですね、クリスマスとかでよく飾るやつです。キャンディー犬ピッグで、もちろんちょっとこの武器を使おう。あれ、それでもちろんこれを殺すとキャンディー犬を落とします。うん、次はクッキークリーパー、クッキークリーパー、その名も通り殺すとクッキーが出てきます。で、これは置いてないんですけど、置いてない理由は本当にすごい、置きます、バン、お、されなかった。はい、で、この剣見ればわかるように、僕が持ってる剣ですって後で紹介するって言ってたんですけど、これをぶち殺すと、お、2つ落とした、あ、1個バレかけた。まあこれを殺すと落とします。はい、で、次のモブはなんとメイジスガードモッドです。まあ、これさっき紹介したやつはスガードだったんですけど、これはメイジ、魔法使いの魔法使いバージョンです。で、これ置くと、あ、周りにこうやってスポーンさせるんですよ。なんか自分の手下を蜂、はい、飛ぶんですよ。だからこれをは、ひ、ふ、はい、さっきのハニーオアみたいにハニーシャードとします。で、まあそのようにブロックが作れますね。で、次はジンジャーブレッド、クッキーの人のやつあるじゃないですか。それはすごい音ですね。まあ落とさないですね。で、次は
シュガーかな、なんだろう、コットンキャンディースパイダー、わたあめスパイダー、わたあめを落とします、あのように。でわた、コットンキャンディースパイダーがスポーンする場所にはコットンキャンディーウェブ、コットンキャンディーの蜘蛛の巣ができます。まあ、これは普通にそこら辺の海にはいっぱいいる魚が追加されます。でこれはなんとネッシーでございます。ネッシー、あの伝説のネッシー、あ、うん、え、地上でも生きれんの？あ、落とさない、なんだ、オッケー。で次はなんとワッフラパカ、アルパカかな、アルパカのワッフル、ワッフルのアルパカ、はい。でこれはなんと殴ると、今落としましたね、ワッフルナゲットを落とします。だから もっとくれ、はい、死にました。で8個ゲットですね。はい、では次のモンスターはチューイングガムビートル、チューイングガムビートル、ビートルってあの虫ですね、あのカブトムシみたいな、クワガタみたいな虫ですね。でチューイングガムビートルはもちろんチューイングガムビートルなので倒すとチューイングガムを落とします。あのガムですね、口がちょくむ、あ、噛む、噛む。でそのチューイングガムを4つクラフティングテーブルに4つ置くとチューイングガムブロックができます。で下に2つ置くとチューイングガムの水たまりができるんですけど、この上を歩くと遅くなるんですよ。はい、結構インテレスティングですね。で次はアイスクリームペングイン、でこれ倒すとアイスクリーム出てこなかったんですよ僕。はい、出てこなかったですね。はい、で次はブルーベリードラゴン、めっちゃ見た目はかっこいいですねで多分倒すと何も出てこないですね。はい、見た目だけですかだらしないですね。はい、で次はレモンのジェリー、レモンのスライム、これも普通にレモンのスライムですね、ただの。これはミントのスライムで、特徴が転がり方なんですよ。これくるくる回りながらスライムは普通にベチョベチョってなるんですけど、これはもうウィーウィーってくる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 回りながら前に進みます。なんでこっち行ってんだ、この人、これ壊してあげよう。ほら結構早いんですよ、前に進め、自由になるんだ、天国で。 OK、 では次はストロベリー、イチゴのスライム、3種類のスライムがアッドされて楽しいですね。お、わっとだ、 OK。 でこれではモブ終わりなんですけど、ここら辺がすっごく面白いです。これは砂糖の工場ですね。で作り方はこのように、リコリス、さっきのオアを掘って出てくるのと、これはマシュマロスティックなので、普通にあの原木を普通の棒と同じ作り方ですね。でキャンディーケーンウォールは普通にキャンディーケーンブロック、あのキャンディーケーンの豚を殺してそれでブロックを作って、あの石の壁と同じ作り方ですね。それをこのように積み重ねたらシュガー工場、砂糖工場が3つできます。でこれはなんとこのワールドのブロックを入れると、はい、砂糖になります。このワールドのブロックなら何でも砂糖になると思います。で次はなんとトランポリンでございます。トランポリンは、まあ、簡単に言うといきます、ドーン、いや、で赤いのはボーンってめっちゃ高く飛ぶんですよOK。 でこの青いやつを飛ばない理由は、まあ、サバイバルでやってみますね。まあ、ここに落ちると落下ダメージ食らうんですけど、青いやつの上に落ちると落下ダメージは食らいません。なので周りにこれをつけることをお勧めします。それかこのようにトランポリンブーツ、シュガークリスタル、砂糖を多分焼くのかなをやって、ジェリーショックアブゾーバー、このあの青いトランポリンを下にやるとトランポジェリーブーツができます。でこれを履くとなんとどこに落ちても死にゃないのですよ。ボーン、音は鳴るんですけど死にません。もうめっちゃ頼りになりますね、ジェリーオアですね。でこれをシュガーファーニスで砂糖で焼くとなんと緑のトランポジェリーができます。で
それをまたまた焼くと赤いやつができます。で、赤いやつをまた焼くと青いやつができます。だから緑、赤、青っていう順番でできます。 OK、 では次のアイテムいきたいと思います。ほ、これはですね、多分これ水のボスを倒したらできもらえるアイテムなんですけど、これはなんとつけます。水の中で息ができます。この水の泡が減ってませんよね。水の中で過ごすことができます。 OK、 で、このキャラメル棒はただのキャラメル棒だと思いますただの弓だと思います、多分。はい、ただの弓ですね。で、この矢、ちょっと後で紹介しますね。で、なんとキャラメルクロス棒もあります。で、これはすごい、チャージするの遅いんですよ。もう7秒ぐらいかかってるかな。で、なんとめっちゃ遠くまで飛びます。見えなくなりましたよね、今。まあ、そんな遠くまで飛んでないか。あと、めっちゃ威力が強いです。次、これ、これはさっきチューインガムダイナマイトとこれ押して投げる、爆発しますね。で、多分チューイングガムダイナマイトの方がちょっと大きいのかな。はい、ちょっと大きそうですね。あ、逆かな。まあ、2つ爆弾が追加されます。あ、これじゃない、こっちですね。で、この2つはすごいスペシャルですね。ジャンプウォンド、ジャンプの杖、なんと、あ、クリエイティブではできない。右クリック、そして行きたい方向に行ってジャンプ、ジャンプします。で、ジェリーキングズワンウォンド、ジェリーの王様の杖ですね。で、この杖はなんと、おーい、あ、あ、2発ですね。2発でピッグは殺せます。ほい、 OK。 このワールドでめっちゃレアにスポーンするキャンディーハウスでございます。僕が動画で見たキャンディーハウスはこれとちょっと違ったんですけど、多分2種類あるんでしょうね。僕はこれを見つけました。で、なんとこの中にはチェストがあります。開けます、3、2、1、ゴー。おっと、ラーバ、あ、マグマのバケツ、あの、多分ポータルを作り直すためですね。あと、シュガーブロック12、お、これだけでも普通のワールド変えれますよ。で、ジェリーショックアブゾーバー、さっきの青いトランポリン、ペスダスト、あれですね。で、あ、ダイナマイト来た。フォーク、フォークなんだろう。まあ、このモッド、あの、もっと見るところにダウンロードリンク貼っておくので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。すごく楽しいと思うので。で、リコリスですね。で、コットンキャンディーとハニーエンブレム、来ました来ました。ハニーエンブレムです。ここにハニーエンブレム、これは地下の声を聞かせてくれるらしいです、ハニーエンブレムは。で、エンブレムを20個集めるとこの世界の終わりのワールドに行けるとか書いてありますね。はい、で、水の中に来ました。で、水の中にはこのようにラズベリーチェーン、ラズベリーの鎖、あとミントがありますわお、やっと見つけました。なんと水の中にこのようにランダムにスポーンする家みたいなのがあります。あ、暗いかもしれないですね。で、この中にはなんとチェストがあります。これはあのキャンディーハウスと同じようなものだと思いますね。このように、あ、またハニーエンブレムがありましたね。マシュマロフラワー、あ、多分普通に花を壊したら出てますね。で、ダイナマイト、お、結構いいアイテムがありそうですね。はい、で、まあ、このモードではボスなどダンジョンもあるらしいので、サバイバルするときも結構楽しいと思います。はい、では皆さん見てくれて本当にありがとうございました。今回は初めてのモッド紹介だったんですけど、どうでしたか。面白いと思った方はぜひ高評価、そしてコメント登録お願いします。で、もっとモッド紹介してほしいという方はぜひコメントで書いてください。僕も結構楽しかったので、ぜひまたやってみたいと思います。で、面白いモッドとかあればぜひ教えてください、紹介します。 OK、 では今回のキャンディランドモッド、キャンディランドモッド見てくれて本当にありがとうございました。3、2、1、アディオス。